今回はリクエストがありまして、天使ミカエルと聖ベネディクトの悪魔退治の話をします。それでは本題に入る前に、このチャンネルでは皆さんの人生を明るく楽しくする動画を送りますので、チャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。ではまず天使についてです。天使っていうのは神の使いです。神の使いっていうと、仏教なら眷属、神道なら神獣っていうことになるんですけれども、見ていくと天使は仏教や神道の神様に相当するなということです。というのは、仏教や神道は多神教ですので、神様がいっぱいいらっしゃいますけれども、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教は一神教ですので、神様はお一人しかいらっしゃいません。ですから、それ以外の仏教とか神道だったら神様に相当する方々が天使ということでいるわけです。それで天使ミカエルになるわけですけども、天使ミカエルは旧約聖書のダニエル書に載っているそうです。旧約聖書に載っているので、先ほどもちょっと言ったように、天使ミカエルはユダヤ教、キリスト教、イスラム教において最も偉大な天使の一人ということです。そしてこの天使ミカエルの役割は守護者です。イスラムの守護者であり、カトリックにおいても守護者です。またジャンヌ・ダルクに神の啓示を与えたというふうにも言われています。天使ミカエルは守護者ですから、当然武器を持っています。この武器は何かというと、右手に燃える剣ということです。左手には秤を持っているそうです。この右手に燃える剣というのが不動明王に近いなと思いました。不動明王は右手に剣、左手に縄みたいなものを持っていて、で背中に炎を背負っているわけですけども、まあ、そういうことから炎と剣ということで、天使ミカエルは不動明王に通ずるものがあるんじゃないかなと思ったわけです。ということで、天使ミカエルの攻撃法はですね、悪いやつを真っ二つにぶった切って、ぶった切ったものを燃やして滅するということになります。ところが、天使ミカエルは打天使のルシファーをですね、ぶった切ってはいないんですね。血の底に封じ込めたということになっています。そして血の底に封じ込められたルシファーは、やがて地獄を支配するサタンとなったということです。ということでですね、天使ミカエルも魔物は退治するけども、ルシファークラスの悪魔は封印するのみだということなんですね。で、これはですね、仏教の神様である不動明王についても同じことが言えます。それでは天使ミカエルの悪魔退治のエネルギーを送ります。
終わりました。次は聖ベネディクトです。聖ベネディクトは正式にはムルシアのベネディクトゥスと言われているそうでして、西暦480年頃に生まれて547年に亡くなっています。中世のキリスト教の修道院長でありまして、西洋の修道士の父と言われています。そしてこの方、聖ベネディクトは神の祝福により悪魔や悪霊を払ったと言われています。それが形となっているのが聖ベネディクトの目台というものです。この目台というのはポルトガル語で、英語で言うとメダルだそうです。で、書いてある言葉は日本語で言いますと、聖父ベネディクトの十字架、聖なる十字架が我が光となるように、竜が我が導き手とならぬように、悪魔よ退け、虚しいことを決してそそのかすな、お前自らその毒を飲むように、と書いてあるそうです。このメダルを持っておくことによって悪魔や悪霊を払うことができる、近づけないでいることができるということです。中でね、竜が我が導き手とならぬようにってあるのがね、ここがまあキリスト教といいますかカトリックの考え方でありまして、まあ、仏教とか神道ですとね、竜は神様とかね、神に近いもの、眷属、神獣っていうことになってますか、なってますので、まあ、この辺はね、まあ、仏教とか神道よりの僕としてはちょっとふんってとこではありますが、このメダルを持っておくと悪魔払い、悪霊払いができるということは間違いないとこであります。それでは聖ベネディクトの悪魔退治のエネルギーを送ります。
終わりました。今回は以上です。ご視聴ありがとうございました。